ここからは兵庫スター食材図鑑をお届けします。県内の魅力ある食材をスター食材として図鑑にしていくコーナーです。今月1月はミニコーナーとしてお送りしてまいります。そして今日お世話になりますのがこちらの藤井さんご夫妻です。お二人ともね、とっても素敵な笑顔ですけれども、早速 VTR をご覧ください。色が黒くて肉厚で、それで味が美味しいというような特徴があります。そんな神戸市須磨区のスター食材は須磨海苔です。肉厚なのに柔らかい、さらに焼くとパリッとした食感が味わえる一品です。お世話になるのはおかみさんのお顔の旗が目印の須磨海苔の川商、1971年創業のお店です。11月ぐらいに網を張り込んで、12月の中頃から、終わりはその年にもよるんですけども、2月末から3月にかけて海苔を取ります。一番摘みというのはね、もう12月の初めだけです。こだわりは一番摘みです。網から一番最初に摘み取った一番摘みは、須磨で取れる海苔の 3% しかない貴重なもので、香りが高く深い旨味が広がります。住まいがもうこの近くなので、諏訪のりは昔から馴染みのある、はい、のりです。地産地消で地元のものと思っているので、はい、美味しくいただいてます。この並々ならぬ諏訪のりへの思いはこんな形にも。今日ものりのり諏訪のりいつものりのり諏訪のり今日ものりのり諏訪のり井川さん、ご夫婦でノリノリ、思わず口ずさみたくなりませんか？そうですね、すごいインパクトが井川さん圧倒されてますね、はい、もう本当にご夫婦の良さもね、うん、なんか本当に頭に焼き付きますよね本当に焼きノリだけにノリノリで見入ってしまいます。見ても癖になる、聞いても癖になる、すごいです。全国的にはちょっと不作みたいなことを言ってるんですけども、兵庫県の中でも大阪湾の方の海は非常にいい状態で、今のところすごくいい海苔が取れています。おいしい海苔と楽しいパッケージと、作るのもまぶしたり巻いたりするだけで簡単です。笑顔あふれる食卓作りのお手伝いします。須磨海苔ぜひ召し上がってください。おいしいですよ、よろしくお願いしますというね、もうノリ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 が離れませんけれども、ね、はい、まずは井川さんにもこの美味しさ知っていただきたいとスタジオにご用意しております、はい、まずですね、ご主人のおすすめが焼き海苔だそうですので、はい、井川さん、はい、試食してみてください、はい、じゃあ焼き海苔からいただきます。いただきます。そのままいただくというスタイルで味わっていただきます。うん、うん、味付けのりじゃないのにしっかり海苔の味が、うん、しますね。そうなんですよ、はい、味付けかなと驚くぐらいの、噛んでいくほど甘みが、うん、そうですね、出てきますね、うん、出る海苔ですよね。パリパリ感、食感もいかがです？いや、もうパリパリで美味しいです、もういいです、癖になりますよね、はい、この井川さんもおっしゃってた味付けじゃないのにしっかりとしたお味ということで、お客さんの中でお子さんがですね、容器を抱えて離さず丸々一パック食べてしまうという嬉しいエピソードも、わかります、はい、あるんだそうです。勝手になんかお子さんって味付き海苔が好きなんじゃないかって。そうですね。いや、もうしっかり本当に、ね、はい、味があるんで、はい、先入観があるところ、もうその先入観をね、期待感を裏返す、覆す、そうですね、はい、この美味しさ皆さんにもぜひ味わっていただきたいんですが、はい、もう一つ井川さん試食していただきます、はい、この須磨海苔の佃煮を、はい、今度は井川さん大好きなご飯と一緒に、ご飯と一緒、はい、これですね、いただいてください、はい、じゃあいただきます。これは美味しい、この表情ですよ、うん、美味しい、うなってもう二口目自然にいきましたからね美味しい、やっぱ佃煮になるとまた味の濃厚さといいますか、はい、味濃いですよね、うん、だからご飯が本当に進みますね。そう、濃いとおっしゃったこれね、うん、昆布だしでじっくりと炊き上げているということですから、はい、味の深みがまたご飯と一緒に食べることでね、はい、より感じられるかと思います、はい、ご飯好きの井川さんにもぴったりですし、うん、私にとっては当てにもなるお味だなと、
思いましたが、はい、井川さんも食べることに集中して美味しいコメントがもうあれですね、もう本当に美味しいということが伝わってくるその表情でいらっしゃいますね、はいはい、ただですね、今井川さんの頭にはまだあの映像が残っていることではないかと思うんです、はい、YouTube のスマノリノリノリ、ね、ノリノリこれちょっと個人的に見たいなって思いますよね井川さん、はい、YouTube お好きですもんね、はい、後で絶対検索しますよね、はい、もう簡単にあのスマノリの川塩ってかもうスマノリと入れた時点ですぐ YouTube に出てくる、はい、そうなんですけれども、はい、他にもですねいろんな動画ありましてレシピ動画も配信されているということなんですね。こちら井川さん何を作ってるか分かりますか。海苔チーズ、海苔チーズも簡単に重ね合わせてできる あれこれミルフィーユって言うんですけれど、おやつみたいな感じでそう感覚で食べられるチーズと海苔のミルフィーユですとか、チーズキンパですねこちら、はい、もう簡単に皆さん試せるレシピが載っているということで、ぜひ井川さん もういっぱいね、はい、腕鍛えてますから作ってみたいですよ ね、 そうですね、ミルフィーユはなんか簡単そうなんでやってみたいと思いますそうですね、はい、ぜひ皆さんまた気になる方ホームページにもいろんなレシピが載っているということですので、スマノリの川翔さんで、ね、検索していただきたいと思います。最後にですね、藤井さんの目標を紹介しておきますと、こちらこのスマノリをブランド化して全国の皆さんにぜひ食べていただきたいということなんですね。気になる方はスマノリの川翔さん、こちらお店情報は午前10時から午後5時まで、定休日は日曜祝日となっています。ぜひ味わってみてください。